ドクター林の健康ゲラゲラクリニックはい、えー、皆さんこんばんは、ドクター林です、えー、今日は6月10日ですね 本当、えー、もう東京の方ももう梅雨入りしたようで、えー、これから天気が、ね、しばらくの間はもう雨が降ったり、えー、じめじめしたしばらくはもう,ちょっうっと鬱陶しい日が続くかと思いますけれどね、やっぱりこう梅雨とかです、ね、雨の日やっぱりに気をつけないやっぱり健康の,あの体調がかなりこう具合が悪くなりますから、ね、気圧も下がるしあのということで気温も下がるしということで、えー、十分気をつけなきゃいけない。 やっぱり食事とかあ、あのー、睡眠とかですねそれから運動とかあそれを十分というか適度にとか、まあ、いろいろとやんなきゃちゃんとやらなきゃいけないわけですね食べ物なんかでもですねやっぱ冷蔵庫に入れてしまっておいてもやっぱり1週間ぐらいでもう腐ってきますのでねもうやっぱり食中毒の発生がかなり多くなってくるようです、えーまあ、食事もですね、あのー、やっぱり少し気をつけて食べなきゃいけないですよ。 やっぱりビタ,ミンビタミンをしっかりとビタミン B ですよ、特にね、元気が出るのはビタミン B の1とか2をしっかりとる、例えば、まああ、肉類、豚肉をと食べるとかです、ね、豆を食べるとかですね、まあ、そういうことをやっぱり気を使いながらあた生活しなきゃいけないんだろうと思いますね、睡眠時間もね、やっぱりちゃんと6時間とか、まあ、人によっても8時間ずつ必要だという人もいますから、あそのくらいは十分取るようにしたらいかがかと思いますよね。 えーまああのー、病気はです、ね、やっぱりこの自律神経の狂いがかなり出てきますので、ね、あの頭が痛いとかめまいがするとかです、ねえー、非常に体がだるいとかいろいろ不調を訴える方が多くなると思いますけどそういう人たちもとにかく、えー、食事をしっかり睡眠を十分ということだけで乗り切れるんじゃないかと思いまして7月の28日過ぎがもう梅雨明けらしいんでね。 1か月ぐらいの辛抱ですからあ頑張って、えー、お暮らしいただきたいと思いますね。じゃあ今日1曲目、えー、いきましょうかねえ先日あの浅茂雄輝さんっていうか亡くなられましたけどねあのお何でしたっけえー、認知症で認知症で亡くなったって変な話だと思ったんですけどさ 認知症ででもなくななくるみたいですよなんかねそれが直接死因にもなるという話ですね普通は何か直接死因とていうのは認知症から何か病気が起こって、えー、亡くなるケースが多かったんですけどね今はもう直接認知症がなくなったと言ってもおかしいはないらしいです、えー、その認知症がなくなったという浅岡英樹さんの歌から聴いていただきましょう。雨が止んだらはい、えー <coughs> さあ、毎週楽しいゲストをお招きしてね。えー、いろいろお話を伺う,うドクター氏と健康ゲラゲラクリニックですけども、今日のお客様は、プロレスリングバサラの中野達人選手で、高戸選手です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。プロレスリングバサラの中野高戸です。バサラの人ちょっと最近、うん、多いよね。はい、<laughs> バサラ出てくるんだ。な <laughs> 肝心の代表が出てこないけどね。僕もなんとなくラジオの雰囲気とかちょっと知りたくて YouTube さんとかああ見たじゃん。ああじん。んな感じで。いじられるだけだからさい。叩かれたいじられた人だけですから。ということで中野貴人さんね。今もうデビュー何年ぐらいなんですかデビューしてですね1年と2か月ぐらいですかね。1年2か月ままだだでも今今何歳歳僕です。 はい、一応の今年で24になる年ですね。<ー>はい、それで泉、まあ、もみんな聞くんだけど「はい、まあなんでプロレスラーなんかになろうと思ったの?と」と、まあ、こんな口調で聞くんで「なんで?」とねんですか、まあ、そうですよ「まあ、なんで?」っていうのがあれだと思うんですけど僕はもうそもそもあの親がすごい好きなんですよあのプロレス時代はお母さんとおばあさん おばあちゃんお母さんのお母さんとまあもうずっと大好きなんですけど皆さんみんなプロ好きだみんな好きですおばあちゃん力道山から好きでお母さんはもう武藤さんとか三十歳の世代からもう大好きでやれないとだ棚橋だって今も今もすごいおかけをしてますね実際に見に行った人も現役ですね全然 G1 とかよく見に行ってすごいねそれはねやっぱそういう家族だったんで僕のところも完全に物心ついた時から 食卓にあのサムライ t. V. がずっと流れてたんですよ。うん、なんでまあ、あのみんなでご飯食べながらプロレスを見るっていうのが、それもう日常だったんですけど。うん まあ、あのやっぱだいぶ、まあ、あの変わってる家ではあったんですけど <laughs> 変わってるいやもう本当と変わってて <laughs> なんでなんか学校とか行っても誰もプロレスは知らないそはそれ知らないねプロレスの話しなきゃいけない時とはい、僕らの時代はやっぱもう k 1とか 1> そうだよもう本当総合格闘技とかがねすごいメインな時代なんでやっぱりうん,うんまあ本当なんでそれがまずはもうプロレスを好きになったきっかけというか、うん、じゃあ例えばそうじそうみんな好きだったら小さい頃から お前はプロレスラーになるんだよっていうそういう教育されたってわけでもないの全くなかったです忘れた <laughs> いんはいもう全然もうなんか <laughs> むしろ僕はもともとすごい細くて、うん、もうなんか小学校とかもずっとなんかちっちゃい方にいて、うん、<laughs> で中,中学校も僕卓球部とかやってたんですけど <laughs> 卓球、うん、当時体重が4 0キロぐらいしかなかったんでそういう、ね、もうお母ちゃんもそういう目では見てなかったです、ね、<ー>もうあのただもその結局まあやっぱ 会場に連れれてか始めたんですね小学校4年生3年生ぐらいからやっぱそれで初めて新日本プロレスさんを僕地元岡山なんですけどそちらで見せていただいた時にライガーさんに一目惚れしましてライガーさんかマスクマンがもうとにかくかっこよくてそこからもうどっぷりいやそこからなろうと思っちゃったっけいやその時はでもまだ見るもんだと思ってましたいやあんな痛いことするもんじゃないよって思ってましたね うん、それがいくつぐらいの時？それが小学校四年生五年生ってな、うん、はいうん、でも家族はみんなプロを好きだったんだよねはい。で友人学校行っても友達とプロレスの話ができないし、できないし、学校行ってもいい思っていたと、そうです。そ,です、うん、<laughs> それでそこからどうなんだったの？そこからあのまあ結局あの関西にはやっぱよく行くんですけど、もう本当毎年 G1 とか、うん、まあ東京まで旅行来て見に行ったりとかしてで、お<ー> <laughs> そうですね、すごい見てたんですけど、まあ、あの。<laughs> すすごいて変わったのはですねあの僕があのだんだん、まあ、お母ちゃんとかはすごいメジャープロレスが大好きで、うんね、大きい人のプロレスが好きだったんですけどああ、ね、僕があの、まあ、サムラー TV とか見てたらやっぱどの団体も見れるんで、うん、あの比較的やっぱ僕ジュニアがすごい大好きで新日本でもやっぱライガーさんとかジュニアの方たちだったんですけど。うん、であの、まあ 今でいうドラゴンゲートとか、の道のくプロレスさんとか、結構小柄な人のプロレスをすごい好きになって、ルチャリブレみたいなものがすごい好きで、そこから見に行ってみたんですね、初めて、岡山に来たドラゴンゲートですね見に行ってみたら、みんなやっぱ体鍛えてるんですごい筋肉あって、なんか超人的なものはあるんですけど、身長はあんま変わらなかったですね。 あの世界が近づいたというかですねまあやっぱ新日本見に行ってるともう自分の入る世界ではないという別,別の世界のものっていうのがあったんでただなんか同じ世界な気がしたんですよね。なんかなんていうんですか超えられない壁ではない気がしたんですよ。頑張れば頑張ればまあめちゃめちゃ大変だろうけど頑張ればなんとかなるんじゃないかなって思ってそしたらまあちょうどタイミング的に中学2年生なんですけどその進路とかを学校に言われ始めるんですよ。 学校にどうすんだお前はみたいなこれから岡山だからやっぱ工業の高校とか行ってまあ無難に働くんじゃないかと基本的にはやっぱり地元もみんなそうなんで基本的にはそうだみんな当たればでそれがそうなんです何だかもう手に職つけるためにやっぱ工業高校行ってみたいなあったんででも僕もそうなんですもうそこしか見えなくなっちゃって。 それまではすごいあの僕ガンダムとかロボットが大好きなんですよ、うん、それいいよ <laughs> でなんかそういうの言ったかったんですけどねなんかもう全部投げ捨ててプロレスだけ、えー、お前やめておくれそれはと言うたら <laughs> 1日3時間勉強してたのが腕当て伏せと腹筋に変わって <laughs> もう親もびっくりそりゃそうだよな何が一番やかったかと思うよねやっぱね,ねテレビも消されちゃった全部 <laughs> いやでもまあやっぱ好きなのは好きなんで親も <laughs> まあなんかいやいやいやみたいなところありつつもなんか若干期待してる感じはなんとなくあったですね本当に変わってんなと思うんですけどおばあちゃんもみんんなおばあちゃはまあでもちょっと怖いおばっていうかやるもんじゃないって見るもんだれなんてそれでそれが中学生の時そうです中学にい生てみんな高校先生にも言ったんですもんねプロレスになりたいと。はい まあどうすんだってなっててな当時卓球部で4 0キロぐらいしかないしガリガリで何言ってんだってなるわけですよ。でまあそこからまあすぐまああのなんとか近づかねばとまあ体にしろ何にしろと思ってすぐレスリングをやりたいと思ってでまあ,あのはいやっぱなんか柔道かレスリングかやらないばっていうのがあってただまあやっぱもう中学校はもう部活が卓球だったんでそこから柔道部に変わるのは無理がだったんですね。 レスリングを学べるところ探してああまあ岡山だとまあ総合の道場とかもないんで高校のレスリング部はあるんですけど、うん、まあそこに電話してみて。 練習見てくれないかと中学生だったんですけどね、そこから週1回、2回、そうですそうですすなんかごいちびっ子のレスリング教室じゃないですけど、ちょっとなんか子供たちのそういう時間もあったりとかした学校だったんですよ。で、そのあとに社会人の人がたまに練習するらしいんですよ、で社会人の人とじゃあ、一緒に教えてもらえようって、いう先生も見てやるからって言ってくれて、そこからもうずっと格闘技人生が始まりましたね。は じゃあそれ中学生としてってってたわけね中学生としてもう高校に入るのもビビりながら行ってましたな。高校生怖いなとしかも有名なヤンキー高校だったんであヤンキー高校だったんだもう行く学校にたどり着くまでに絡まれたりとかして怖かったですけどねあ <laughs> <laughs> レスリング部なんてあんまりない,ないだろうか高校生そうですねもう岡山も4校5校とかなんですけど<ー>、まあ、そこ私立の,あの高校ですごいあのレスリングではちょっと名門って言われてる学校だったんで<ー>、はい、まあまあそこでおそ教えてもらえるならばと思ってね 行っ、うん、てみたんですけど、うん、そこに行ってで、はい、高校はどうしたの？そこに入ったの？高校そこに入りました。あそこに入った。あの一応その中学二年生から三年生終わり頃までずっとあの、うん、通わせていただいてて、うん、ただまあ私立だったのもありましてそのスポーツ特待生で、うん、あ,かで、ね、あ声かけていただいてなるほど。 まあそこでなんとかまあ親も少しまあ何、うん、て言うんですか親孝行じゃないですけどもちょっとだけ納得する部分はあったみたいですね。中学の時からその習いに行った時は別に月謝払ったわけでも何もなく見てくれたわけ 保険だけやっぱスポーツ保険とかを出して一応それだけありましたけどあそうそう、うん、じうち行儀みたいなのいらなかったとそうですねそれで学校に入る時は特待生入ったからまた地獄金いらなかったとまああのランクもあったんですけどでもまあ全部半額みたいな感じで花を入れさせてい,い,ていそれ狙、ね、いじゃそんなそんなまあ賢 <laughs> いあれでもなかったんですけどでもなんか僕よくあるんですけどなんかそういうたまたまうまくとんとん拍子に行くことがあるんですそれ,いいそれは親孝行だよ<や>よかったと思って、うん、なるほど で,でも中学高校入ったらレスリング部に当然一番先輩だろう同級生の中ではいやーでも結構そのなんか変わった中学校があってそこにあの柔道部兼レスリング部みたいなやつがあったんですよおお、うん、か相撲も出るしみたいな <laughs> 相撲も出るしレスリングの大会も出るし柔道も出るみたいな変わった高校が <laughs> 中学校がありましてすごいす、ね、そこがやっぱり縄張り利かせてましたけどね<ー>はいまあそこと一緒にまあなんかやらせていただいてて <laughs> いや レスリングをやって高校の時3年間やったわけでしょ高校3年間やってそれでそこからプロレスラー実際にプロレスラーになろうと思えばさいろんなところにいろんな会社にコネをつけてたりなんかして普通動いたりする人いるじゃない手紙送ったりとかそういうことは卒業するまでしなかったわけ僕そうですね 一度東京に出ようと思ってて<ー>あの今あのなんてうんだ,、えー、っとあれだ浜口ジムにあ<ー>今の浜口ジムさんのところに、うん、あの卒業し次第行くように、うんまあ、考えてて、うん、でそれであの浜口ジムさんに行かせてもらってたんで、まあ、直接その団体の方にっていうのはあんまり考えてなかったです<ー>はい。浜口ジムに行って体を鍛えてそこからレスラーになる道をいろいろ指示してもらおうと思って行ったってことやっぱりなんか まあなんだかんだ目指すって言ったもののやっぱまだ遠い世界な気はしてたんですごい体大きくなってたのその高校の時はでもずっと55キロ級でやってて、まあ、60キロないぐらいの感じだったんで <laughs>、はい、まあまだまだとは思ってて<ー>はいでもう先生たちもプロレスラーになりたいと言ってたわけだはいもうあの高校はもうプロレスラーになるんで東京行きますって言ってて、うん、東京行くって何だって言われてました 就職なのか進学なのかなんだって言われていやなんでもないですみたいな<ー> <laughs> バイトしてちょっと頑張ろうと思いますって言ってちょっと怒られたりしてました <laughs> へえすごいで、ね、ずっともう小学校の後半からプロレスラーになろうという夢を抱いて、はいね、もうずっとぶれずにしっかりその道をきたんだからさそうですね,ね一応まああのやっぱけががすごい多くてちょっとあれだったんですけど、まあ、迷ったりとかはいっぱいありましたけどでも基本的にそうですね諦めはなかったですね,ねすごいよね、はい、それはねうん。 ほかに,にやっぱりライブ道があんまりなかったんじゃこな,なかったっすね。<laughs> 全然なんか対抗馬ないです。<laughs> 基本的にずっともうプロレスやりたいばっかりでしたね、本当。まあ今もそうですけど、プロレスやりたいばっかりなんで、本当もう。勉強という選択肢もなかった,勉強なかったです。 あのプロレスが出る前にちょこっとあったんですけどでももうちょっと才能もだいぶなかっったんです <laughs> ちょっとだいぶ厳しかった1日5時間ぐらい毎日勉強してがまったんですけどでも学校でも真ん中に行くか行かないかぐらいっていうだいぶ厳しい状態が続いてたんです。その頃にプロレスになっっちゃったもんだから もう高校,生高校にしてレスリング部に入ったりなんかそれはやっぱり多少プロレスの話やは友達でできたのあでもできましたできたそれやっぱあの深夜のワールドプロレス見てる友達とかもいたりとかしてあ<ー>でもやっぱそうなっ,たらなってくるとやっぱ一緒に会場行ったりとかあちょっと行ってみたりとかしたりことはそういうことはありましたね結構岡山も結構プロレス来る,るんだ 結構来ますお隣の兵庫がドラゴンゲットさんがあるっいうのもあってそそううかかねドラゴンゲットさんは結構毎月のように当時来てたし新日本さんとかもちょこちょこ来てくれて新日本さん、ゼロワンさん大日本さんも来てて一回それの時にうちの勇代表を初めて稽古をトーデスマッチ見させていただいたんですけど結構来ますね。なんんだかはい でもプロレスラーになってどこに団体に入りたいとも思ってたわけでもないでしょそうですねで、やっぱりその一番見てたのはやっぱ新日本とドラゴンゲットさんでしたけど、うん、結局やっぱりそれもあって東京に一回出ましたね、うん、いろんな団体見てみたいと思って、うん、僕が本当、なんか全然そのメジャーじゃなきゃとかもないですし、うん、やっぱ自分の好きな団体に入りたいっていうのがあって、うんうん、でもやっぱそこまでその完全にここに入りたいっていうのがなかったんで、やっぱり一回、岡山から東京出て、いろんな興行見ようっていうのもありましたね、すごい。 でもその2年も行ってると浜口ジムにさあそこ当然働かなきゃいけないわけじゃん自分でアルバイトしながらあそこへ帰ったわけ浅草でアルバイトして浅草でトレーニングしてみたいな感じじゃたすごいへえんとかぼちぼちやってましたねで練習とかぶってない時にプロレス見に行ってはいそれって浜口ジムではどこだかいいんじゃよとかんか言われなかったのそうですねなんか 特別なんかここがいいとかはなかったですけどっまああのやっぱり、まあ、先輩たちがやっぱ皆さんいろんなとこ行ってるんでそういう話はなんとなく聞いたりとかはねありましたねここ。でも当然るちゃんみたいなことをやりたいと思ったわけだろうからマスクマン大好きだったんであマスクマンっぽい動きとかがすごい,い,いなってすごいでしもうじゃあ親も本当に東京に出るときも全然反対もしなかったし。そうですねはいね 自活するっていううわけでしょ自活も偉いやまあでもちょこちょこなんか迷惑かけてたまに「そのまで今月だけ」っつって結構ありましたけどやっぱ辛い時とかもあったんで本当ですか怪我とかするとやっぱ働けなかったりとかしてインフルエンザになっても誰もいないしみたいなすぐにお母ちゃんがポカリセットいろいろ送ってくれてみたいなおかゆとかいっぱい送ってくれたりとかしました。 そうかいやでも本当に立派なもんですね、はい、これだけ本当ここまで来てちゃんとプロフェッシルになったんだからねはい、えー、じゃあと、えーはいうことで一曲で何かリクエストお願いしましょうはいえっと自分のリクエストなんですけど、えー、水木奈々さんで、えー、ドリームライダーよろしくお願いします知らないけど、ね <laughs> <す>ね、<laughs> お願いしますはいお願、えー、ねドリームライダーでしたねはい <laughs> そうかそれでだけどさあのーはい、やっぱり体がまだ 大きくそこまでプロレスラーとみたいな体になってなかったでしょ。胸、はいね、大胸筋ピクピクとかやってたの。あなんかそれっぽい真似事をしちゃた。<laughs> それができたらなやっぱ好きなんで。<laughs> はい、結構やってました、ね。<laughs> そうか。でもマスクマンみたいでじゃあだ例えばさ具体的に誰みたいになりたいなとかそういうのあったの？でもまあやっぱ一番本当好きだったのはライガーさんだったんですね。ははねでもそこからなんかやっぱいろんなプロレス見ていくと、うん、なんかスタイルとしてはやっぱレイミステリオさんとか。 レイミステリオさんです。あ、ミステリオさんとか、ドラゴンキッドさんとか、ああいう、本当、もうザルちゃんって感じの。コルバドとか、すごいやるタイプの選手がすごい好きでしたね。ああいうのに、やっぱなりたいっていうか、もう、子供のヒーローみたいな、のが。いいなと思ってましたね。なるほどね。はい。それでも、まあ、どこと団体行きたいとかそこまだ出てこないんです。そうです。こういうレジャーになりたい。はい。あの、浜口ジムで、僕、2年半ぐらいいたんですけど。その後に、すごい大怪我して。あ、怪我しちゃったの?。首のヘルニアになったんです。 え浜口ジムで怪我しちゃったの浜口ジムで <laughs> ちょっとあのあれですけどなんかその、うん、結局まああの自分もやっぱもともとレスリングの時からちょっと首はおかしかったんですねずっと、うん、でもまあやっぱやりたいし、まあ、まだまだ全然平気だろうと思ってやってたんですね、うん、で無理してたら、まあ、ある日ちょっとすごいしびれが<ー>左手全部しびれが下の方来ちゃう、うんうん、っててで それでまあ病院で検査したらまああのヘルニアになってるからと、うん、であのレスリングやめてくださいとやめてくれって言われてあれ <laughs> であのもうあのいや僕プロレスやりたいんですけどって言ったらいやもうもってのほかだよ死んじゃうよってはいもうとりあえずやめろって言われてそっから一年ぐらい痩せましたあやめ痩せたはいもう本当浜口順もやめてうんなのそうですねそれこそ葛飾の 一人暮らしてた家でずっとこもってたまにプロレス見に行って気紛らわせてみたいなでもやっぱまあプロレスラーになるって出てきたやっぱ分ちょっとて帰ってこいって言われなかったの帰ってこいっていうのはお父ちゃんは言ってた気がしますお母ちゃんは好きにしたらって言ってましたまあ諦めて帰ってきてもええしでも働いてたわけその間は一応働いてた働いて仕事できたわけだフィットネスクラブで一応やった場所でその時は働いてましたでもすごいねやっぱり その1年間休むってのは結構つらいよねその間に、えー、と今のバサラの代表の勇さんに出会うんですけど勇さんも昔ヘルニア首やってて勇、うん、さん手術して今あの、まあ、その時はもう復帰してあのバリバリトップどころでやってたんですけど、うん、それで勇さんがそのドロップキックっていう歌舞伎町のバーですね、うん、DDT がやってるそこで働いててその意見をちょっと聞きに行きたくて。 そのプロレスって、ヘルニアなった後でもできるんですかみたいな。うん、はい、それがすごい、やっぱ僕の中で、まあ、ある種その希望を探してたと言いますか。うん、やっぱ同じ怪我をして、でもやってる人っていうのは、やっぱりそこに光はあるのかなみたいなものがあって。うん、で、お話し聞きに行きました、ね。うん、はい、そこからも、さみさんや。大丈夫だよと。君やれよと。ね、そうなんです。<laughs> もう、あの、いさみさんも本当、ね、あの、まあ、大怪我したけど<ー>みたいな、今全然平気だし。みたいな <laughs> でもし手術が済んだったらなんかあああのいい先生とか紹介するぞっ,つって言ってくれてああそうです、ね、でも、まあ、その時もすごい勇さんを結構あの大日本さんとかいろいろなところで試合見てて、うん、すごいまあすごいかっこいい選手だなと思ったすごいいいなと思っててよく試合も見に行っててその話を聞いてっていう感じでしたねすごいはい。 勇さんがいいなって思ってたんで勇さんがやるって言ったバサラに来ましたねあ最初から彼がやり始めた時から入ったってことで,っっことです、ね、そうです<ー>なんでもその勇さんが DDT の後 DD 楽園ホールであのバサラをやるって発表したんですよ、うん、でそれ見に行ってて、うん、でその場であのおおっと思って <laughs> <だ>僕のなりたいところこれだこれだもう一瞬でこれだってなってもう帰りに履歴書買って書いて次の日のポストに突っ込みましたね <laughs> へ<ー>、はい。 もうその時だけどそのヘルジニアの方はもうはドクタースッパーかかってなかったのもうそうです1年ちょっとぐらいで,あ<ー>、はい、で一応まあそれはやっぱイサミさんもあの覚えててくれて、うん、あの首は大丈夫なのって言ってくれたりとかして、うん、まあ一応と病院行ってあの診断書出してもういいですよっていう許可もいただいて一応、はい、やりましたねんその時はさ最初選手何人ぐらいだったんですかサラってパサラは、まああの旗揚げ戦から一応売店とか立たせていただいたんですけど最初 十一とか十二とか、関東十人ぐらいから始めたけどったんだよ、ね、はいですね。うん、もうその時にいたわけだ。そうです。一応あの売店には、肩、うん、上げ線から一応売店に店長としていただけたので、そうです。初めての売店みたいなやつです。<laughs> ドキドキしながら。売店デビューして、はい、それでそれからだけど一年ぐらいはそのデビューさせてくれなかったわけ。そうです。ね僕あのデビューまで一年半ぐらいかかって、<ー>なかなかちょっと、まあ、運動神経あんまり良くないんで <laughs>、やっぱなかなか器用じゃない部分があって、結構。 まあ同じことと何回もやっててかしてました、ね、すごいなかなかやっぱ難しい時期が結構続いてて<ー>うんなんでまああのどんどん徐々にその仕事も増えていってまあセコンドとかもね、うん、いろいろやるようになったんですけど、うん、なかなかデビューに本当とたどり着かなですか、ね、結構長いね1年ちょっとって言ったらね1年半なんで,あで、ね、あの結構まあ他の団体とかだと結構1年ってあると思うんですけど DDT 系って結構早いんですよもうできる子はバンバンデビューみたいなところがあるんで。 3か月でデビューしちゃう子もいるし半年の子もいるし1年かかる子ってあんまり1年以上かかたら大体やめてるんですよねやめてますね大体かかるんですよ1年半分たらそうですねで僕結局1年半かかってデビューになりましたけど結構長い方だと思いますね長いねはい別に特別大きな怪我を途中でしたとかでもないんですだからそう考えたら長いですね何だったんだろうね怪我してやっぱ長くなっちゃう子はいますけど怪我もなかったですけどねなかなか 難しい時はありました、ねうん、もうそろそろやめるんじゃないかと思ってたんだもうこういやでもそういうのもあったと思いますね <laughs> やっぱ、うん、なかなかやっぱり、ね、できない子ってできなかったりするじゃないですか、うん、なんかそういう,、うんうね、やっぱ、はい、やめちゃう子ってやっぱり人間関係大体さ大体みんなあの人間関係嫌だとかさ、はい、そういうことでやめる人が多いわけじゃないそう,です、ね、そういうのは全然平気だった そうですね全然人間関係とかは全然平気でしたね高校がすごい上下関係すごい厳しくてもうその時にすごい叩き込まれた部分があるんでそういう辛さでは全然やめなかったですし全然んかそんな辛いとも思ったことあんまなかったし練習はつらかったですけど練習つらかったしできない自分がつらかったですねそれがやっぱ一番つらかったですねなるほどねそうかそしてちゃんと仕事もしてその時はもうその ドロッップキクとかかそそうううい働せてもらたの夜ですね練習生の途中からドロップキックさんで練習以外の日とかに働かせてもらってで試合がある時は DDT さんとかの他の工業もそうですけど DDT グループのやつは全部リング作り行ったりとかしてセコンドしたりとか全部行ってましたね結構いっぱいあるんでもう本当それとドロップキックぐらいの感じでしたね当時はすごいねよく働いていやもう休み長かったですね完全にもう本当長なかったですねでもなんか ななことしていんで全然リング作ってても嬉しいしみたいなでもほんと楽しいことばっかでしたねまあほんとんかうんそうっすねでデビューしていいよって言われた時嬉しかったろそしたらめちゃめちゃ嬉しかったですもうもう泣きそうでしたデビュー戦は誰だった相手がデビュー戦は代表の小高勇さんだったしそれこそお世話になった勇さんだしあのいつも通りセコンドしてたら急にリングに呼ばれて。 で対戦相手もこの人ですって言われて勇ちゃん出てきちゃってもうなんか嬉しいやらないやらもう訳わからないまみれにされさたんだいやもう普通にあの第一試合で後エンホールで,ですねあのしっかりプロレスらしいプロレスっていうか何<ー>んですかね、まあ、デビュー戦らしいっていうんですかちょっと僕もあんま分かんないですけどまだしっかりプロレスをさせてもらいましたね 年っ今今そうですね、4月の29日にデビューだったんで、今1年と、2ヶ月ぐらいですね。マスクマンじゃないでしょマスクマンじゃないです。素顔です。マスク、マスクかぶせてもらえばいいじゃん。いやそうですね、なんか、そういう願望もなくはないんです。いやマスク大好きなんで、ただやっぱ、視界とかいろいろ考えると、結構まだ不安があるんですよね。あの結構見えないじゃないですか。 あのマスク大好きなんで、いっぱいあのレプリカとか持ってるんですけど、被ってこれ、プロレスできるかなとかってすごい思いますね、まあ、デザインにもよるんですけどね、やっぱ結構見えづらいなと思って、まだ全然余裕あるわけじゃないんで、ちょっと今はうん怖いなと思ってます。<laughs> でもやっぱそういう夢もちょっとだけありますいいな。<laughs> でもやっぱりそのルチャーの技とか、そういうの取り入れながらやってるわけ、そういう試合してるってこと、はい、コルバダとか、ああいうのすごい好きで、カサドーラとかいっぱいやってます。はい いいで楽しそうだっていいじゃないですか。いやそうですね <laughs> 本当楽しくやってますね。めちゃめちゃ楽しいです。えー、じゃあお父さんお母さんもみんな喜んでくれたでしょ。いやそうなんです本当にもうなんか <laughs> お父ちゃんもそんななんかお父ちゃんも K1 派だったんですよ。あお父さゃん K1 派だったの。お父ちゃん K1 大好きだったんですけども<ー>今全然楽しく会場見に来てくれてて。本当、うん。で今月の二十四日かなにあのあれなんですよ、うん、地元に初めて。うん バサラで興業で帰ることになってて、対戦帰国、それはもうぜひクラシック大会チケットいっぱい売れよって言われてる。いやでもやっぱね、あの売れよっていうのはそんな言われてないけれども売らなきゃいけないと思ってます。はい。やっぱいろんな人にバサラ見てほしいですし、はい。僕自身もやっぱりそれはもう自分のやるべきことだと思ってるんで、はい。偉いね、本当ね。バサラにとって本当はありがたい存在ですよね。 いやーなんかそうなってればいいなとは思うんですけど本当に、はい、<laughs> どこで岡山テホテルセント・インはい倉敷です、かはいです,、はい、です本当に地元の,あの最寄り駅なんですけど僕の<ー>、はい、もう本当によく行ってたところなんですけどメイインンベトま,あまだカードが決まってないんで分からないんですけど、はい、いや、かなと思いながらちょっとドキドキするんです、<laughs> カード発表待ってる、ドキドキどうしようと思って。はい そのぐらててくれれるよチケット倍売れよって言われた <laughs> 逆にプレッシャーがねちょっとあんですけどでもまあ本当友達それこそ,その高校で一緒にプロレス見に行ってた子たちとかみんなやっぱ残ってるんでん上りを立ってみんなき<う>来てくれるからさはい学校の先生からみんな<ー>もうみんな来るんで <laughs> マスクつけたもがいいんじゃないか <laughs> <laughs> それ用のなんかね岡山外線もスク いや誰だって言われちゃうんです。まあでもそうですね、結構、<ー>んそんな楽しみもありで。楽しいね、それは、ね。いやもう本当楽しくやってますね。<laughs> こんな楽しくていいのかなと思うぐらいです。よかったね、ああいうあ、なんだっけ、デスバッチみたいにやるとは言われてないの、そうそうですね、あのバサラーは一応、あ<の>ハードコアを結構一応やってるんですけど、あのイットカンとかラダー、テーブル、うん、椅子まで,ではよくやってるんですけど、結構、 いろんな人がほとんどの人が多分やってるんですよねそのハードコア自体はみんなやってるんでただまあ僕としてはまだカードに入ってないってだけで全然僕もそういうのはすごい好きなんであそうなのやれって言われたらやれる全然やりますんでデスマッチってなってくるとまたちょっとあれですけどでもやっぱバサラの一部である以上僕は全部やりたいですねバサラはやっぱ大好きなんであそう大好きですもう代表が消したらもう泣いてることやないからいや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  夜の仕事も、苦痛じゃないわけですね。そうですね。お酒もそんな嫌いじゃないんで、まあ強くはないんですけど、全然強くないんですけど、はい、飲むのは好きなので。あ、そう、お客さんとおしゃべりするのも好き。はい、もうおり好きなんです。本当よくしゃべるじゃ。すごい好き。いやいや、珍しい人バサラの人で、バサラあんまりそんな、まあしゃべった、しゃべれなかったわけじゃないけどね。はい。 結構でも確かに寡黙な感じのタイプの人が多いですからすごいどっしりしてる方多いですからーデ,ビューあのデビューってあんまりそあの練習生同じぐらいの世代でさ、はい、何人かいる,いるの同じ頃入った人ってい、えー、うのは、ね。まあ、入門としてはあのての今、まあ、DDT の方にもよく上がってるんですけど <laughs> DDT の DNA っていう若、まあ、手組織みたいなのがあるんですけど、うん、まあそこの,あの上野勇気選手 とあの吉村直美選手ですね、うん、あのここの2人はあの入門的にはほぼ同期に近い形で入門しましたね<ー>ただあのデビュー自体は上野さんが一番最初ですかね、うん、上野さんが最初でその次に吉村さんとかだった気がするんで僕も1年ぐらい置いてかれたんですねなんでまあやっぱだいぶデビュー順みたいなところはあるのかなと思ってるんで、うんはい、なんか あ,のあんまりドーキーっていう意識はそんなないんですけどやっぱり、うん、まあ入ってきた人間、まあ、そのプロレスっていうものを始めたっていう意味では、うん、一緒かなと思ってるんでやっぱ年齢もまあ一個下になるんでしょうけど、まあ、あの年齢も近いんで、うん、結構あの意識はやっぱしてますねやっぱ戦う機会とかほんとないんですよバサラでーのバサラはバサラで DNA でやってるんであ、ね、あまあたまに上がってくれたりとか上がったりはするんですけど<ー>なかなかそういう機会はないんであ,<ー>、はい、あれですけどまあやっぱちょっと。うん 陰ながら意識はしてますね。あれバサラ、例えばバサラに。いてもさ、例えば DDT の本体に入りたいとかさ。はいはいはい。なんかそういうことを言えばで,できるの。あ、できるんじゃないですか、ね。まあ、その人がその思えばだと思うんですよ。D. N. N. 人たちも逆に言ったら、まあ、バサラに入りたいと思うんであれば。うん、まあ、いざみさにそれこそ、直談判して、くれば、まあ、いけるんでしょうし。うん、そうですね。まあ。なんか。結構自由だとは思います。うん、なんか、やっぱ自己主張すれば、比較的。あの、通るというか。 まあ聞く耳は持っていただけるようなあれかなと思いますね、うんはい、僕なんかはなんでそもそもその僕がバサラに入りたいって言い出した時はバサラ募集も何もなかった当時何もなくて DDT の若手は全員 DNA になるみたいな。うん リリリグループに来た子たちは DNA に来てそこでデビューしてそこからなんかどっか好きなとこにというかまあ目指すとこがあるならみたいな感じだったはずなんですけど僕が勝手にバサラで入りてっつって入っちゃったんでたらバサラ入りたいっつったら小高君がいたからそうですもう本当それがあって当時まだ興行もやってなかったんでやるって言い出したところだったんでユニオンプロレスの人たちがまあ,ある程度何人かそのまま行ってみたいな発表があったところだったんでへへえ した質問ですね。<laughs> <laughs> さあ、ええー、え、はい、時間ついたって、もう一曲、一<の>曲お願いします。はい、はい、えっと、<laughs> 次はですね、あの。あの、すごい筋トレとかでよく聞くんですけど、あのジャムプロジェクトさんで、ザヒーローですね。ザヒーロー。はい、よろしくお願いします。はい、じゃ、お願いしま、はい、しょう。ドクター林の。 健康ゲラゲラクリニック。え今日はあお客様にプロレスングバサラの中野貴人さんをお迎えしてお話をかけてます、えー。いや本当に、はい。あの小学小学校四年生から二十三歳までの歴史全部わかりましたけどね。ありがとうございます。<laughs> えー、でも本当プロレースのことだけ考え考えてずっと生き生きて生きて。 感じですよね。そうですね。ねやっぱ何考えててもプロレスのことは考えてましたね。だ、ねはいた誰に強く反対されたわけでもなく。そうですね。スムーズに結構、うん、はい。怪我さえなければもっとね。そうです。怪我さえなければっていうのはもう今までずっとあったんで、うん、高校の時もやっぱ怪我は多かったんで。うんそれだけです、ね。でも,でもやっぱりその怪我っていうかヘルニアなんかできたっていうことはさ、あったっていうことはさ。 あの高校の時のレスリング部でブリッジやったとかそういうのが原因なんでしょやっぱそうですねもうあの、うん、休みなくずっとトレーニングに、うん、試合に練習にしててそうですもうずっとやってたんで結構やっぱ名門って言われるだけあって練習量はすごかったんですね、うん、でも夏休みっても,もうほぼ帰ってこないぐらいずっと合宿にいろんなところに回ったりとかあそうなんだじゃあそれでいろいろ首をちょっと悪くしちゃったのかもしれないねそうですねずっとななんか変な まあちょっとしたピリピリしたような感じがずっとあったんで,、うん、でそのまま浜口神社でも頑張ってたらうん,うんそうですねで、まあ上京してすっごい狭い部屋とか住んでたんです、うん、狭い部屋でたった一歩跳んでたらなかなかやっぱ疲れも取れないのか徐々に徐々にやっぱ溜まっていった気はしましたねすごいそうですねいやおでもさあの治ったって ヘルニアが治ったっていうのはよくなったからプレスやっていいよって言われたでしょ、その間は手術したわけでもないし、多少どういう治療したと僕でも本当、なんか片っ端からいろいろ調べて、やっぱストレッチから全部もみ直して、1日2時間ストレッチして、で、リ治療行ったりとか、結構速効性としてはやっぱり一番リがよかったですかね、鍼して、やっぱ1日2日すごいしびれが抜けるような時はあって、3日目には大体戻ってくるんですけど。 そんなの繰り返しつついろんなもうんなんかすごい首の専門の整骨院さんとか、うん、いろんなとこお邪魔しましたねすごい。で結局なんかその病院の先生も言ってたのは、うん、まあ若いんであとはやっぱまあそのお仕事でそのなんていうんですか姿勢が悪くてなったとかじゃないんでやっぱ外的なその衝撃とかがすごい加わっててっていうのだからまあ まあしっかり休めてあげれば、うん、あの回復するかもしれないしっていうのがあってそれでまあすぐに手術じゃなくてちょっと様子見てやってみたらって言われてやってましたね。だからほら最近最近首の怪我してる人多いじゃない,多いですかね,ね。だからああいうのを見てると要するにそのヘルニアだまあみんな首のヘルニアだったんだけどヘルニアが治ったっていう感知したっていうことは絶対ありえないわけでヘルニア自体の骨のでとんがりとかそういうのはやっぱりまだ残ってるわけだから。はい その、何かの拍子に、例えば、まあ、あの。本間君の映像を見た、ように、はい、首を引っ張れる、あの、技を食らっただけでも。愛、はい、ああ症状になっちゃうんだからさ。はい、怖いっては怖いよね。や、怖いの怖いです、ね、やっぱり、本当、すごい、結構敏感には、やっぱ、なります、ね。<ー>で、たまに、やっぱ、試合後とか、ダメージ多い時は、やっぱ、たまに、ピリピリしびれが来たりするんですよ。うん、で、まあ、あの、何回か、やっぱ、不安な時は、病院行くんですよ。 だらまああのやっぱ一回すごい出ちゃったもんなんで、うん、その神経痛みたいな神経がちょっと覚えちゃっててすす、うん、すぐ出しちゃったたりととかるることはあるみたいですねそうなんだよね、うん、だからよしその試合やったなんかして平大丈夫なの試合やった時にこう肩と首なんかに急に炎症を起こして、はい、それでその炎症の症状で手がしびれたりなんかするってことは非常に多いからなんかそういう本当あったらすぐ。 できるだけ早く休んで、はい、ということで、まあ病院行ったってある程度しょうがないからさ、もうやっぱり少し冷やして休んで安全するということだよね、はい。そうですね。やっぱり本当にもう休まないとっていうのは思います、ねうん。そうなんだよね。はい、そういうこともよく代表に分かってもらって、はい、ね。そうですね。もうそんななんか相談できないのあれでもないんで、<laughs> はい。もう何かあれば相談できるかなとは思っていい。いい先輩というかあれをいいところ入りましたね。いやでも本当そうですね。ねもう本当。 うんいいとこ入ったなと思うんです <laughs> 自分でも本当に。<laughs> でエロいんだけどさ、はい、ただ給料に不満があるわけでもなし、はい、生活のさね、でしょ？はいそんなエロいねい<や>。いや、必要や、すいませんみんなさん。 やっぱり少しでいい生活したいと思うからやっぱりまだアルバイト増やしたりなんかしながらさ、はいはい、やってだんだん自滅していくわけだけどさまあそうですよね <laughs> 本業が何か分かんなくなっちゃう人とかもやっぱいるとは思うんですけど <laughs> う<ん>ちゃんと生活もあんまりあんまりそういうことでもでもそれだけしてもらってるからやっぱり不満不満も出ないんじゃないのそうですね本当やっぱしてもらってることがやっぱ多いと思いますね,ね、うん、環境はやっぱいいですしそのなんか、まあ、DNA って基本的にそのさっき言ってたリリリリの若手組織なんですけどその興行って月1回なんですよ基本的に月1回なの そうなんですその5秒は月1回で、なんで、DDT の分かってて、基本的にまあ一番少ない人だと月1回、うん、1> で、いい人だと大学マッチで、DDT の本体に出させてもらったりとかもするんでしょうけど、<ー>バサラは基本的にまあ月3以上は基本的に絶対あるんで、<ー>でやっぱ比較的他団体とかにもすごい出やすいんですね、みんな出てるんで、やっぱ一緒にタクマッチで出させていただいたりとかも多いんで、すごい試合やっぱする機会が多いですね、うん、すごい。うん、若手の中ではやっぱり一番多いと思うんで、環境的にもすごいいいかなと思いますね。うん,そうなんで まあ、こ、これから、これからっていうか、今憧れの選手とか。はい、そうい。そうね、ライガーとか、まだ、やっぱやそういうところですか。そうっすね。やっぱりライガ、リーダーさんとか、かっこいいなと思いますもんね。うん、まあ、まあ、やっぱ、結局、勇さんだったんですけど、<laughs> うん、なんか、一番ついていきたいなって思ったのも、勇さんだったし。うん、はい、やっぱ、その、最終的には勇さんでしたけど、やっぱ、憧れっていう、その、最初の。入り口の面では、やっぱ、一番はライガーさんで、ね。うん、かっこいいですね。かっこいいね。めちゃめちゃかっこいいです。<laughs> <laughs> でもあれじゃないのやっぱりそのバスクママに憧れる社みたいなものでやりたいと言ったらさやっぱりちょっとメキシコに1年ぐらい行ってどうですか、はい、ちょっと行ってみたい勇さんちょっと出したお金出してあげてくださいよ <laughs> <laughs> いやいやまあ確かにやっぱそういう行ってみたいなとかっていうのはやっぱありますねはいもうそれも含めやっぱこれからやっていきたいことってのはいっぱいありますねうん,うんそうかはいでもバサラがそれだけ自由だったらね本当はい。 お金なんか出してくれなくても自分で1年間ぐらい行きたいですって言ったらししてくれれるかもしれないよねそうですね,ねこの間トランダム・ヒロシさんっていううちの,あの選手がいるんですけど、うん、その方はあのインドにヨガの修行行きたいっつって肩の手術とかしたんですかね欠場してて脱球したりであ<ー>、まあ、それもあったんですけどそこで1か月ちょっと修行行くっつって。うん っっててまましたたらね帰ヨガレスなり結構なんで本当自由にみんな自分のやりたいことやってる感じの本当まあバサラっつって歌舞伎モンって言ってますけどそういう本当自由な団体かなと思いますねえ,ー、えそんな実際1か月は別に給料出るわけじゃないでしょと思いますけどね,分か,んないね <laughs> 分かんないですけどかんないですけどでも逆に言ったらそんだけ動けるっていいことですよね多分。 そういういことあんまり意外とねみんな言わないけどなねえなんかわかんないですけど <laughs> 僕はどうなんでしょう <laughs> じゃあそうだメキシコだあとメキシコ行ってみたいですね、うん、確かにメキシコ行ったらまたかっこいいレースいっぱい来るねう,ーんうんそうですよねもう本当それこそプロレスがねもうめちゃめちゃありますもんね、うん、全然わかんないですもん僕も本当 CMLL さんとかの大きいとこぐらいしかわからないんで、ね、あと通り物なんか通り物んていうだっけ今 ドラゴンゲットッあ,ああいうとこ行ってるとやっぱりすごいなと思うしみなかっこいいなと思うしああでもそうですねやっぱルチャーリブレの技が多いんでそうですねスピーディーだしとかって思いますね,ね結構だからああいうのでもでもああいうとこで行こうとは思わなかったんでしょそうですねなんかあ,あれ難しいんだよね入るとかなであとまあまあまあそうですね <laughs> まあそれもありますしあとはやっぱりそのなんか動きはすごいんですけどなんかそんな僕がそこに「ここだ!」って思わなかったです 理由はあんまないんですけど基本的に直感がここだっていうのが全部来るんでなんかそう思わないと逆に言うと踏み切れないんです結構迷いながらここにしようかなとかはできなくて自分がここだって思わないとそこに行けないみたいなのがあるんではいそれもあって本当だから東京でウダを出してましたね結構2年半ぐらいその間に怪我して <laughs> はいエロエロ怪我もあってでもまあおかげさまでねバサラに出会いましたよかったです 怪我をしてる時出会ったんだっけ。そうです。怪我してる時に、それで勇さんして。で、勇さんにちょっと話聞いてみようっていうので、そっからだったんで。まだから怪我も良かったのかなと思います。ね怪我の巧妙ってよく言いますから。うまいな、そうだよ。びっくりしましたけど、僕も本当。ちょっとこう、変わろうか、こうね。ええ、そんな。おしゃべり、おしゃべりました。話すの好きなんですね。ええ、いいね。はい。そうか。 いやまだ二十三歳。ね、はい、二十です。<laughs> めちゃくちゃ若いじゃないですか。そうですね。ねうん、結構やっぱり。なんかその D. D. T. 若かって、ってみんな若いです。十代とかいっぱいいるんです。あ、わ、まあ、ず、ちょいるの。十九歳とか、二十歳とかいるんですよ。<ー>今多分練習生の子が十八とかなんですね。<ー>みんなめちゃめちゃ若いんで、なんか若いやつが、あんまされなかったんで、ちょっと、あれなんですけど。もうんまあ、まあ、多分業界的に見たら、まだ二十三だと。若いんですね、うん、ね全然。 大学卒業とかしてきたらまあそうだよデビューしてないですもんね、うん、多分なるほどなるほど、うん、で当分当分ってかもうずっとバサラでこの本音を埋めようとそうですね僕もずっとバサラでいたいですね本当バサラもっとあのお客さんを集客ねそうですういっぱいお客さん来てもらってどんどんなんか試合数とかも増やして うんうん、バサラでやっていきたいですね、でこれやっぱりネットなんかで、やっぱり応援してるわけでしょそうです、DDT がやってる DDT ユニバースっていうのがあって、うん、まあ月額900円かな、確か。うん なんですけどそれであのバサラーも DDT も DNA も頑張れプロレスとか東京女子とか、うん、DDT のグループのは全部見れますそのグループの中でその頑張れプロレスもあったらそ、はい、ど,どこが一番あるの集客っぽいの集客、でも東京女子さんが今やっぱすごいかもしれない、ね、な東京女子さんあの、うん、アイドルとかいっぱい上がってたりとかしていろんなところからやっぱいろんな人あ<ー>あの、お客さん集めてるんで<ー>やっぱそういうのもまあ確かに一つのあれなのかなと思ったりもしますけど、はい、いろんな結局プロレスしてない人とかにもね あの、うん、見てもらわないと、やっぱ広がっていかないと思うんで。確かにね。いろんなことで、なんか宣伝できればなとかは思うんですけど。うん、でも、それぞれ、その、まあ、女子はともかくとしても、その他の団体は。はい。そ,それぞれ、なんか、特徴を出そうとして,て。そうです。そうです。それぞれ、やっぱ、色を出してっていうのですね。うん、まあ、それも、やっぱ、その、色が、だいぶ濃い方だと思いますけど。うん、ハードコアやったりとか、そうやって、いろんな、うん、まあ、弁護士の先生がいたりとか、ヨガの人がいたりとか。そうなんです。いろんなことやってて。うん、はい。 うう弁護士とプロレスなんて見たくないやんな弁護士プロレス、そもそもプロレスをやってるかどうかっていうのはちょっとあれなんですけど <laughs> か,なんか逆転プロレス裁判っってちょっとあのなんかよくリュウさんも最近プロレスって言ってないですねよね、あのこれそういう出し物ですって言って <laughs> <laughs> そうだよ、本当にねでも本当楽しければいいのかなと思い<ー>なるほどね、いろいろみんなじゃ考えて、みんなかくかく試合考えて、自分のやりたいこと考えてやってると思いますね。 でみんなそれぞれ選手は、ちゃんと団体、でプロレスもやりながら。そのほか、自分たちの,あの、あの、かい、あの、お店なんかで働かせてもらって。それの生活させてもらってるわけでしょそうですね。ねやっぱ、大したもんだ、デーティーはもう。高木社長、すごいで偉い、バンザまずは。高木社んありがとうございます。小高久美さんもすごいし、みんな、本当、本題に慕われる。あの、あり、もいないですよ。みんなね、すみません。<laughs> <laughs> ええー、というわけでね、えー、今日は本当に楽した。でしたけどね、ありがとうございました。本当、えー、にね、頑張ってくださいね。本当に。じゃ、皆さん、本当にね、こと、あの、いろいろまだ季節の変わり目ですから。体調には十分お気をつけて、えー、ギラげラ笑ってお過ごしいただきたいと思います。それでは、また。来週、お目にかかりましょう。それじゃあ、ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。